それはトングだね。うまい。じゃあゆりちゃん、いいよ、みーちゃん、これ。何？いつもとタープがなんか違うよ。そう、これはテントなんだ。飲みたい。飲もうか、とりあえず。飲まないよ、とりあえずテントが立ったらいいでしょ。うん、さあ、もう喉カラカラなのね。飲みましょう。飲みましょう。ミッキー、乾杯。ミッキー、チュー。ミッキー、チュー。なんで？美味しい。心の底から歯が出た。イカ天、海苔天ミックス。何これ？面白い。面白い？書いてみる？なんかさ、テント久しぶりだけどいいね。いいね、うん、夜ご飯今日ここで食べよっかね。そうしよっか。そうしよう。多分夜はめっちゃ涼しいんじゃない？うん、だと思う。こんだけメッシュだったらさ、全面メッシュ、うん、で、下にもこれ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 
風がよく通る。めちゃめちゃ風通しいね、これ。あー気持ちいい、気持ちいいね。ほんといろんなあれよね、立て方があるよね、この外のタープっていうの、今片側だけをこう跳ね上げてるけど、うんうん、両方跳ね上げられるし、うん、なんならこの上のカバーみたいなやつは別で外して自立して立てられるしね、うん、そうだよね。今日みたいに暑いからね、日差しよけが欲しいから上につけたけど、うん、この中だけで使うのもあるよね。ね、やっぱキャンプしてるって感じするよ、テントだったら。するね、キャンピングカーと違ってまあ、キャンピングカーも家だもんね、うん、やっぱテントにはテントの良さがあるよね、うん、あとやっぱりこうやってメッシュだから蚊帳みたいな感じで、うん、虫のことを気にせずに過ごせるのがいい。もうこれからさ、夏のキャンプはもうこの子は絶対持ってくと思う、うん、そうだね。探してたじゃん、全面メッシュのやつ、うんうん、蚊帳にするかそういうテントにするかって、うん、いや本当に全面メッシュだもんね、うん、あ、でもさ、このちゃんと外のタープの感じで、うん、なんかメッシュにしてても目隠しはそれなりにできるじゃん。できるできる。なんかそれがさ、他のタープテントとは違うとこなのかな。他のさ、こういうこうズドンっていう家みたいな形のタープテントってさ、うん、開けたら丸見えじゃん、うんうん、なんかでこれはちゃんとこう上のタープで隠してくれるから、うん、こう開放しててもあんま恥ずかしくない、うん、パパチー、お手手つかまってるかな、手で、うん、それおー、ママ、今の見てた？うん、それパパチー、ね、おいき、ちょっと3回くらいでパパの顔を蹴ると思う。ありがとう。まだあるの？お、それはトングだね。はい、ありがとう。カチカチなるね。まだあんの？ちょっとじゃあ夕飯作るね、うん、今日はこの手羽先を揚げて、うん、甘辛く味付けしようかなって。それもしかして世界のあやちゃんそうそう、世界のあやちゃんマジで、しんちゃん好きでしょ。あれ大好き。本場のものは私実は食べたことないんだけどさ、あの世界の山ちゃんの、山ちゃん食べたことないよ。でもなんかそれっぽいレシピは調べていろいろ出てくるから、うん、ちょっとそれをちょっとアレンジして。でいつもはさ、この手羽先まるまるこれであげるんだけど、うん、ちょっと今日ここ切り離して、うん、こっちを世界のあやちゃんにして、うん、こっちはねちょっと朝ごはん用の、うん、に取っとこうかなって。あー朝ごはん用ちょっとね、ちょっとごま油の、なんかね、風味がついて美味しいと私は思う。ちょっとユリがいるから胡椒はここでは軽めに、少しはユリも食べれるから、
茶やって食べながらビール飲みたい。待ってね、まだこれ二度揚げしますから。二度揚げ、うん、もうちょっと待ってね。一回低温でじっくり中まで火を通して、うん、で、高温でカラッと。なんかこの匂いだけでお酒が進むわ。それは何よりですか。ぬるさあ、カラッと急いで。いい音だね、うん、もう今もう2本目いっちゃいただきます。どうぞ。うまい。ゆうちゃん、これ食べたい。ゆうちゃん、食べる。お肉、うん、食べて食べて。このね、身のところを食べてごらん、この辺を。そうそうそう、かわいい。めっちゃむま。むま？むまって何？めっちゃおいしい？違うよ。めっちゃうまだよ。うん。これはシュワシュワが合うね。ね。絶対ビールだね。うん。うん。ビール合う。あ、ね。めっちゃ合う。ちょっと胡椒を振りかけようかな。胡椒？いや、胡椒でも山椒でも一味でも絶対合う。うん、上手に食べてる。うん、うわー、どれも美味しい。なんかこうこうじゅんぐりじゅんぐり食べたいね。あ、うまここに足かけて、こっち来て。開いてた。おやすみなさい。待って。
ナス。水ナス。うん、水ナスのお刺身。ミョウガと大葉と生姜、うん、新生姜も美味しいじゃん。そうだね。ちょろちょろで美味しそう。美味しそうだね。ね。さ、今日のおつまみ完成。どうだったかな。これ湯布院で買ったやつかな。あ、そう。うん。オンザロックでって書いてあったからさ、うん、氷入れて、うん。すぎる。もう絶対今日これを飲むって決めてたから、もうこれを食べるって決めた、うん、なるほどね、うん、家でさ、うん、晩酌するときはあんまりここまで作らんじゃん、うん、でキャンプとか車中泊の晩酌が楽しい。めちゃめちゃそれは思う。塩気をしてるんだけどね。さあさあさあ、もっともっと大きくなったら、うん、恐竜になったの。あ、そっか、いいじゃん、恐竜になるんだもんね。うん、大きくなった虫さんいた。ちっちゃな虫さん。はい、どうぞ。ありがとう、かわいい。あそこにいるよ。静かに。もうすぐ近づいてくるんじゃない？近づいてきた、近づいた。バーボー、介護！これで飛ぶぞ。激しいな。ゆりちゃん。扇風機こっち向けてくれないと暑いんですけど。どうぞ。うん。まだ暑い。うん。ふふしてあげる。うん。あ。暑い？昨日の手羽先の先っぽをさ、うん、まあ、あのスープがもう白くなるまで、白濁するまでずっと朝炊いてたから。うん、あ、そうなんだ。本当にちょっとお塩入れて。うん、ちょっとお塩とお醤油とごま油、うん、香り付けに垂らしただけで、すごいなんか味出てるよね。あー、ちょっと、あー、もっと安心して。